ヒラノ仕様、インスタフォロワー400万人突破。2ヶ月からずで大大突破、ファン歓喜の舞台裏。皆さん、こんにちは。今回の記事では、元キング、プリンスのメンバーで、現在飛べ、トゥービーに所属するヒラノ仕様の驚くべき長寿に焦点を当てます。ヒラノ仕様は、彼のインスタグラムアカウントがわずか4日でフォロワー数400万人を突破し、ファンを歓喜させました。 この急速なフォロワー増加の背後には、驚くべきストーリーとファンの愛情が隠されています。ヒラの仕様の奇跡。ヒラの仕様は、神宮寺雄太と共に、キング、プリンスのメンバーとして活動していましたが、2023年5月22日に脱退し、ジャニーズ事務所を退所。しかし、彼のファンは彼を忘れることはありませんでした。実際、彼の新たなステップが始まったのは、 トベへの合流発表の日でした。7月7日、トベの設立を発表した滝沢秀明氏は、ヒラノ仕の加入も同時に発表しました。この発表と同日、平野は自身の個人インスタグラムアカウントを開設。その瞬間から、ヒラノ仕の新たな冒険への期待が高まりました。驚異的なフォロワー増加、ヒラノ仕のインスタグラムアカウントは、開設からわずか4日でフォロワー数400万人を突破しました。 この驚異的な数字には、彼の熱狂的なファンたちが献身的に支えてきた結果が現れています。最初の日から、アクセスが集中し、一時的にフォローできない状況が発生したほどです。1日でフォロワー200万人を突破し、その後わずか3日で300万人を達成。平野仕様のフォロワー数は急速に増加し続け、2ヶ月も経たないうちに大台である400万人に到達しました。 ファンからの祝福、このフォロワー数の急上昇に対するファンからの反応も素晴らしいものでした。日本のトレンドランキングには400万人が上位にランクインし、ファンからは祝福の言葉が相次ぎました。祝フォロワー400万人、すごすぎる、ずっと増え続けているといったコメントが、平野の仕様の成功を祝う声として SNS 上で拡散されました。結論、平野の仕様のインスタグラムフォロワー数400万人突破は、 彼のアーティストとしての人気とファンの熱狂を示す素晴らしい証拠です。トベとの新たなスタートが彼のキャリアにどのような影響を与えるか、ファンたちは楽しみにしています。この驚異的な成果は、平野仕様の才能とファンとの結びつきが深いことの証明でもあります。彼の未来の活動に注目し、彼の成功がこれからも続くことを願っています。読者への挨拶、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。 ヒラの仕の素晴らしい成就についてお伝えできて光栄です。彼のファンとして、彼の新たな冒険がどのように進展するか楽しみにしています。新しい情報が入手でき次第、こちらでお伝えいたしますので、お楽しみに。